女優の桐谷美玲25が20日、自身のブログを更新し、大学を卒業したことをファンに報告した。2年間の休学を挟み、入学から7年かかっての卒業ですと、桐谷。人より長い時間がかかってしまいましたが、その分、多くの出会いがあったし、いい経験ができたと思っています。今年度は、復学して、久しぶりに。 お仕事と学校の両立で、なんだか懐かしく、楽しく、時に苦しく。でもね、入学したからには、どうしても卒業したかったんだ。もう最後は意地です。そして、支えてくれた周囲に感謝しつつ、この7年間は、私にとって、かけがえのない、忘れられないものになりました。仕事をしてるだけじゃわからないことを知れた。 大量のレポートにもへこたれない体力がついた。この先ずっと付き合っていくだろうなっていう友達ができた。何より、普通の女の子としての時間が楽しかったと、嬉しそうに言葉を並べた。大学の校門で V サインを作る画像もアップ。4月からようやく社会人1年生だ。頑張ろと綴っている。